なんかすごいですね。決勝戦、一塁側先行福井工業大学附属福井高等学校の入場です。背番号31。すごいビジョンに、なんか東京ドームならではですね。1番ショート東琴選手、背番号6。あ、対抗してますね。
と同じ感じですよね、勢いの戦い方が。タイブレークに強いなー。いやー、決勝お疲れ様でした。ありがとうございます。見事優勝しましたが、今の率直なお気持ち聞かせてください。本当に嬉しくて、時間はあまりないんですけど、今まで全員で頑張ってきたんで、それが報われてよかったかなって思います。決勝打点を稼ぎました。まあね、どうでしたか。当たりは良くなかったんですけど、やっぱり自分が決めてやるっていう気持ちがあったんで、それが結果的に決勝点につながってよかったかなと思います。東京ドームで試合してみていかがでしたか。すごい、こんな素晴らしい舞台でやらせて試合させてもらえるなんて思ってなかったですし、やっぱり球場に入った時の広さだったりとか雰囲気だったりとかで、すごい入った瞬間にワクワクが止まらなくて、すごいみんな試合始まってからも楽しんでプレーできてたんで、本当に楽しかったです。あー、楽しめたのは良かったですね。まあ、これから春の王者になりました。夏に向けての練習も開始すると思うんですが、夏の目標を聞かせてください。まあ、ここから日本一にならさせてもらって、追われる立場っていうのになると思うんですけど、そこは自分たちらしくチャレンジャー精神っていうのを忘れずに必死に泥臭くやっていきたいなと思います。いや、本当に素晴らしい決勝戦でした。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よく進んでください。ありがとうございます。金メダル似合う。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、決勝戦も130球以上投げましたけど、今の率直のお気持ち聞かせてください。すごい嬉しいです。みんなでこの日本一っていうのを目指してずっとやってきたんで、この東京ドームっていういいすごい場所でやらせてもらって、で優勝っていうのを掴み取れたので、すごい今は守ってくれたみんなにも、ベンチにいた人にも、ベンチ外れてしまった人にも、お感謝の気持ちでいっぱい。最終回の7回もギアが上がった感じがしますけど、8回9回もさらに良くなっていたと思うんですけど、そこも意識はしてたんですか。やっぱ自分が抑えなきゃって思って、守備からリズム作って打撃にもつなげなきゃって思って、自分が3人で取れば周りも打ってくれるって思ったんで、最大限力出していただけます。今回初めて東京ドームのマウンドで投げたと思うんですが、東京ドームのマウンドはいかがでしたか。もうプロ野球選手が投げてるマウンドで、最初はすごい、すごい緊張といろんな楽しむっていう気持ちで、たくさんの感情があって、東京ドームっていうマウンドで投げさせてもらってすごいありがたいし、でも楽しかったです。ありがとうございます。しっかり休んでください。ありがとうございます。決勝お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、まあ、決勝もタイブレークまで持ち込んで見事勝利を勝ち取りました。率直なお気持ち聞かせてください。嬉しいっていう思いと、あとは子供たちのたくましさ、最後の最後まで諦めずにボールに食らいついて、全員でアウトを取る、全員で1点取るっていうのを体現してくれたかなと思います。最後ツーアウトの場面で監督がタイムをかけて声をかけられに行ったと思うんですが、どんなことを知ったんでしょうか。そうですね、日頃の試合からも最後のアウトを取り切るまでは何が起きるかわからない、準決勝の時もそうですけど、最後の最後でうちがひっくり返すチャンスは残ってる。で、あの場面でもやっぱりまだ広陵さんの攻撃が続いていたので、全員で1個しっかり取っていこうという話をしました。夏に向けての意気込みを聞かせてください。目標は一番上ですが、一つ一つの勝ちを積み重ねて、また素晴らしい舞台で子どもたちと一緒に戦いたいと思います。はい、わかりました。とりあえずは少しゆっくり休んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今、まあ、終わって直後だと思いますけど、どんな気持ちでしょうか。やっぱり優勝を目指してきたんで、負けるとやっぱり悔しいですし、でもここまでこう応援来てくださった方であったり、兵庫県からバスで8時間以上運転してくださったバスの運転手さんで、勝つために必死に練習を考えてくださった監督さん含める指導者の方、
で一番はやっぱり ここまで戦ってきてくれたメンバーに感謝の気持ちでいっぱいです。春の大会が終わってこれから夏の大会に向けての練習が始まると思います。今後の課題だったり目標を聞かせてください。参加を目指してたチームなのでここで負けてしまったことは本当に悔しいんですけど、もう一回夏に向けて、チームの好きであったり甘さをなくすように練習からミスなくしっかり丁寧なプレーを意識して、あとは感謝の気持ちであったりを忘れずやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。本当に夏頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。150球以上投げてきましたが今のお気持ち聞かせてください。やっぱり試合的にはいい試合だったかもしれないんですけど、負けは負けなので今は一番すごく悔しい。まあ、この東京ドームでプレーした率直な感想を聞かせてください。まあ、本当に東京ドームで有観客っていうこともあってとても緊張感もあったんですけど、ワクワクした気持ちが大きくて楽しむことができたと思います。今後の日高投手の課題を教えていただけますか？この大会でもやっぱり課題はたくさん多かった大会だったので、やっぱりチームとしても春負けてしまったんですけど、夏はもう今から始まっていると思うんで、それに向けて自分の課題まだまだたくさんあるので、見つめ直して取り組んでいきたいです。お疲れ様でした。惜しくも敗れてしまいましたが、今の率直なお気持ちお聞かせください。いや本当先週からじゃあ最後までね、延長タイブレーク頑張ってたんで、ただ仕上げたかったなという気持ちで、負けたのは監督の責任。夏の大会に向けての練習が始まると思いますが、その課題だったり目標聞かせてください。まあ一球への執念とか執着心とかワンプレーとかそういったものに対してもっともっと突き詰めてやっていきたいなと思っております。はい、まあ打つ方も一緒ですね。はい、もっともっとつないでいく、ちょっとフライが多かったりしましたし、ピッチャーももっと制球力というのを、それと日高以外のピッチャーも出てくるようにしたいなと思います。夏に向けて頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。